やあ霊夢。やあマリサ。ライズのイベントクエストも残り2回、3月25日で最後ね。締めのクエストは超高難度であってほしいぜ。今回はその一つ手前のイベントクエスト、逆竜夜行禁止しブチギレを解説していくぜ。名前が物騒ね。そんなことよりマリサ、どうしたんだい霊夢。なんかたくさん死んでない。多分気のせいじゃないかな。なんだ気のせいか。このクエストは禁止死の討伐を目指す。ただビームが即死ってだけだぜ。なんだ致命傷ってだけなのね。クエストの失敗とかはありえないので安心してほしいんだぜ。それは安心だね。茶番も済んだので真面目に解説していくぜ。よろしく。クエストは2つのエリアで構成。そのため、比較的早く終わる仕様なのはありがたい。さっきも説明したけど禁止シラージャン。つまりスーパーサイヤ人を倒すのが目的。ザーボンさんとドリアさん出番ですよ。残念ながらハンターに変身する力はない。このクエストは通常ラージャンが湧きまくる。つまり四角からギャリック砲が大量に飛んでくるんだぜ。あーだからたくさん死んでたのね。死んだ。無事7つの金玉で復活しサイヤ人への復讐を目指す。次回、ヤムチャシス。ヤムチャしなければそんなに難しいクエストではないぜ。そうなの。逆竜夜行はターゲットだけ倒せばそれで終了。つまり通常のサイヤ人は放置して問題ない。奴らは怒りでスーパーに目覚めることはない。ボスだけ倒せばいいってことね。そういうことだぜ。なので兵器系も禁止しに使っていくのがおすすめ。普遍はどちらでもいいとして、ミノトやカカシは禁止し登場で使うのがおすすめ。あとは通常の個体たちは総流で一掃してしまうのがいいぜ。ああ総流することでギャリック砲の被弾を減らせるのね。これさえ意識すれば死ぬことはないぜ。クリアすると報酬は何がもらえるの？ジェスチャー、走るポーズ、がもらえるぜ。ポーズセットは撮影で使い道が多いのがいいわね。おのおののセンスが試されるぜ。さてようやく大型禁止士の登場。自動兵器は多めに設置しておくと楽だぜ。カカシは激流走のラインがおすすめ。大物登場からしばらくすると反撃ののろし。あとはひたすら禁止士を攻撃するだけだぜ。周りのモンスターが邪魔にならない？基本的に砦に向かう奴は虫なので、邪魔に感じることは少ないと思うぜ。もし邪魔に感じたら閃光玉がおすすめだぜ。なるほど、ターゲットを取らせないようにするのね。禁止士は尻尾攻撃していればダウンも入る。そしてすぐに激光化。これを繰り返すだけだぜ。実は思ったより簡単。仕組みが分かれば簡単だと思うぜ。というわけでムオツクリア。クリアタイムは6分56秒。調子が良ければ6分前半も狙えると思うぜ。結構早いのね。報酬は至って普通。ハンターランクポイントも普通なので1回やれば満足できるぜ。なるほどわかった。今回はネタを一切なしでお送りしたぜ。最初のは、以上が今回のクエストの解説。次回がラストになるので楽しみにしてくれだぜ。ご視聴ありがとうございました。